バリュージェット航空592便墜落事故は1996年5月11日にアメリカ合衆国で発生した航空事故である。マイアミ国際空港からハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港へ向かっていたバリュージェット航空592便が機内火災により離陸の10分後に墜落し乗員乗客110人全員が死亡した。 この墜落事故以前から安全記録に問題があり、世間から大きく注目された。バリュージェット航空は事故後4ヶ月の運航停止処分を受けた。1996年9月に運航は再開されたが、利用客の減少などに伴い、翌年エアトラン航空を買収した。買収後の社名はエアトラン航空となり、バリュージェット航空のブランド名は事実上消滅した。 バリュージェット航空は1992年に設立された航空会社でコスト削減を積極的に行っていることで知られていた。機材のほとんどは他の航空会社から購入した中古機で社員はほとんど訓練を受けておらずメンテナンスなどは他社に委託していた。安全性を軽視するような同社の姿勢はすぐに話題となった。1995年 アメリカ軍は安全上の懸念から軍人をパイロットとして雇用するというバリュージェット航空の申し入れを断っており、連邦航空局の職員も同社の運航停止を望んでいた。運航開始当初の保有機材は2機のみだったが、2年半で51機まで増加していた。FAA の管理者は他に類を見ないほどの成長率であると述べた。 事故機のダグラス DC-9 から32は製造番号47,377として1969年に製造され、同年4月18日に初飛行を行っていた。5月27日にデルタ航空へ N1,281 リットルとして納入され、1992年に売却された。翌年、バリュージェット航空が購入し、 N904VJ として再登録された。搭載されていたエンジンは、プラットホイット 2JT8D-9A であった。総飛行時間は68,400時間で、8636サイクルを経験していた。事故の前々日から前日にかけて、自動操縦で飛行中にポーポイズ現象が起きたと報告されていた。そのため、事故当時、自動操縦は、 動作不能を状態とされていた。また、事故当日の朝の飛行できないのインターホンが機能しなかったが、この故障はマイアミで修理された。その他、事故機は燃料流量計が機能しないなどの問題も抱えていた。また、FAA の記録によれば事故機は過去2年間で7回の緊急着陸を経験していた。592便には乗員5人と、 乗客105人が搭乗していた。乗客には、ロサンゼルスチャージャーズのロドニー・カルバーや、シンガーソングライターのウォルター・ハイアットも含まれていた。機長を務めたのは35歳の女性だった。総飛行時間は8928時間で、DC-9 では2116時間の飛行経験があった。機長は DC-9 の他に、ボーイング737、 フェアチャイルド SA-227 ビーチクラフト1900での飛行資格を有しており、飛行教官、座学教官、航空管制官としての資格もあった。バリュージェット航空に雇用されたのは1993年11月25日で、同年12月19日までに終熟度テストなどのチェックが完了した。12月21日に、 DC-9 の副操縦士として認定され、機長として認定されたのは1994年5月1日であった。記録によれば、1994年11月15日から16日にかけて機長は、クルーリソースマネジメントの訓練を終了していた。直近の技能チェックは1996年1月27日に行われており、十分な結果を示していた。 機長は以前にも飛行中の緊急事態を経験していた。1995年9月23日、ダラスフォートワース国際空港から離陸した直後に客室で煙が発生し、空港へ引き返しを行った。この時の状況について機長は、ブリードやの問題を疑ったが、煙が報告されており、火災の可能性もあったためトラブルシューティングを実行する時間はなかった。 最も安全な方針はできるだけ早く着陸することに感じられた。と話していた。後の調査でこの時の煙の原因は空調が加熱したことだったと判明した。副操縦士を務めたのは52歳の男性だった。総飛行時間は6448時間で DC-9 では2148時間の飛行経験があった。副操縦士は 航空機関士や整備士としての資格も有していた。バリュージェット航空に雇用されたのは1995年11月13日で同年12月2日に DC-9 の副操縦士として認定された。記録によれば、副操縦士は CRM の訓練を受けていなかったが、同僚は2日間の座学を副操縦士は受けていたと証言した。 客室乗務員は22歳の女性2人と36歳の女性1人で構成されていた。592便はマイアミ国際空港からハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港へ向かう国内定期旅客便だった。予定では EDT13 時10分にマイアミを離陸し14時42分にアトランタへ到着する予定だった。しかし、 使用機材の N904VJ が油圧ポンプのサーキットブレーカーの不具合による臨時の点検の影響でマイアミへの到着が35分遅れており袋の592便も遅延していた592便には手荷物や郵便物の他にバリュージェット航空の資材を含む4109ポンズの貨物が積載されていた車用貨物は主客と前足のタイヤが ホイール付きで3本と空の酸素ボンベと記載されたいつの段ボール箱であった。タイヤは縦に積まれており、その付近に段ボール箱が置かれていた。13時40分にプッシュバックが行われ、13時44分にタキシングを開始した。14時3分、管制官は離陸許可を与え、592便はマイアミ国際空港の滑走路 09L から離陸した。 592便の飛行経路14時7分22秒、完成間は16000フィートまでの上昇を許可し、副操縦士はこれを確認した。14時10分3秒、高度1634フィートを上昇中に、コックピットボイスレコーダーにドスンという音が記録された。続けて機長が、今のは何と発言し、副操縦士が、わからない。と返答した。 異常音が記録された後、コックピット内で、チーチー、ビーという音が鳴った。14時10分15秒、機長は電気系統の問題が発生した。と発し、続けて全てを失っている。と発言した。その直後、客室から火だ。という叫び声が聞こえ、CVR に火災だ。火災が起きている。という男性の声が録音された。 14時10分31秒、副操縦士は管制官に早急にマイアミに引き返したい旨を伝えた。管制官は左旋回をし、マイアミへ引き返すことを許可し、7000フィートを維持するよう指示した。機長は水力を下げ、降下を開始しようとしたが、左エンジンは反応せず、上昇出力を維持した。機長は補助翼を使い、機体を左旋回させた。 管制官が問題について聞くと、副操縦士は煙が客室に充満していると返答した。14時11分37秒、副操縦士は利用可能な直近の空港へ着陸する必要があると管制官に発した。14時12分45秒、管制官は方位を維持するよう指示したが、592便からの応答はなかった。その3秒後、 フライトデータレコーダーが記録を停止した。この時点で592便は7200フィートを260ノットで飛行していた。14時13分37秒、592便から解読不能な音声が送信され、滝からの送信と混戦した。14時13分42秒に592便は右に傾き、機首を下げた状態でエバーグレーズの湿地帯に墜落した。 事故機の CVR には約30分の音声が記録されていた。下記の表は異常発生から記録停止までを抜粋したものである。内に原文が書かれており、不明瞭な音声はで表されている。完全なものは最終報告書を参照のこと。592便の墜落現場を上空から撮影した写真エバーグレーズでボートに乗って釣りをしていた二人と自家用飛行機に、 乗っていた別の二人が592便の最後を目撃していた。目撃者によれば墜落直前、機体は右に傾いた状態で低空を飛行していた。そのまま機体は右に傾き続け、機種はほぼ垂直になるまで下がっていった。最終的に592便は垂直な姿勢で湿地帯に墜落し、大量の水しぶきと煙が立ち上った。目撃者の一人は、 事故現場を見て、まるで墜落により592便が消えて、亡くなったようだと述べた。エバーグレーズでの回収活動エバーグレーズでの回収活動は困難を極めた。作業員が回収を行うま、狙撃手が銃を持ちワにを警戒するという状況であった。また、回収活動にはアメリカ海軍のダイバーも参加した。強い衝撃などにより、機体や遺体は大きく損傷していた。 遺体の回収には数週間を要し、無傷の遺体はほとんど見つからなかった。110人中68人ほどの遺体は、ガッコツの検査から特定され、少なくとも1人は1本の歯から特定された。また、足首に入れられていた入れ墨から特定されたものも、あった。パイロットたちの遺体の損傷は、さらにひどく、服装重視の遺族に遺体として変換されたものは1本の指のみで、 空軍に残っていた指紋のデータによって判別された。一方で機長の遺体として発見されたものはなかった。そのため火災や煙がパイロットや乗客にどれほど影響を与えたかは特定できなかった。墜落現場は道路から離れた場所でエアボートでしかアクセスできなかった。調査官の一人はこれまでの調査の中で最も困難であると話した。 592便に積載されたものと同様の酸素発生装置の断面図左が新品の酸素発生装置、右が墜落現場から回収された酸素発生装置。バリュージェット航空は1996年1月31日にアドリア航空で運用されていた2機のマクドネルダグラス MD-82 を購入する契約をし、同年2月1日にはさらにトランスウェイド航空で 運用されていた1機の MD-83 を購入する契約を結んだ。購入後、これら3機の化学酸素発生装置が12年の対応年数を超えているかどうか、下請けの整備業者、セイバーテックによって検査された。セイバーテックとバリュージェット航空の間では、納期が遅れた場合、1日につき2500ドルを支払うという契約が結ばれていた。そのため、セイバーテックは、 臨時の整備士も雇用し、70人以上で3機の整備を行っていた。検査から2機の MD-82 の酸素発生装置は大部分が対応年数を越しているか、期限切れ間近のものであった。バリュージェット航空はセーバーテックに全ての酸素発生装置を交換するよう指示した。これらの酸素発生装置は期限が切れてはいたものの、 中身は充填されたままであった。未使用の酸素発生装置は危険物に指定されていなかったが、化学物質を使用するタイプの酸素発生装置は危険物に指定されており、許可がなければ輸送してはならなかった。しかし、バリュージェット航空にはその許可はなかった。期限切れの酸素発生装置は作動させた上で熱がなくなってから輸送することを推奨されていた。なお、 酸素発生装置は作動後でも装置内に化学物質が残留するため有害廃棄物に指定されていた。酸素発生装置はピンを引くと雷管が叩かれ内部で化学反応が起きる。作動すると容器の温度は摂氏260度近くに達する。そのため、作動防止のため未使用の酸素発生装置の雷管には合成樹脂性の安全キャップをすることとなっていた。 このことは MD-80 シリーズのマニュアルとバリュージェット航空のワークカードの酸素発生装置、取り付けおよび取り外し手順の項に記載されていた。これらのコピーは事故当時セーバーテックにも配布されていた。航空会社によっては期限切れで未使用の酸素発生装置を取り外す際に作動させ中身を排出することも手順に組み込まれていた。しかし、 セイバーテックの施設には、この安全キャップがなく、作業員たちは安全キャップをつけることも中身を排出することもしなかった。代わりに誤作動を防ぐためピンを切断、あるいは缶に巻きつけた状態にして、テープで固定するという対処をした。1996年3月中旬、セイバーテックの作業員は MD-82 から酸素発生装置を取り外した。 取り外された約144個の酸素発生装置は、ほとんどが段ボールに入れられた状態で格納庫の棚に保管されていた。また、中身はポリエチレン製の気泡干渉剤で厳重にくるまれていた。このうち6個は段ボールに入れられておらず、その後の調査でセイバーテックの施設内から発見された。この時、セイバーテックの作業員は誤って緑色の 修理可能のタグをつけた。事故の2日前、セーバーテックの在庫係は、酸素発生装置が入った段ボール箱5箱とタイヤ3つを輸送する準備を行った。その際、誤って在庫係は、空のラベルを貼るよう指示した。在庫係は整備士から箱の中身について、詳細を伝えられていなかったため、中身を空の酸素ボンベと誤って解釈していた。事故当日、 592便に段ボール箱を積み込んだ作業員は積載時にカチンという音がしたと証言した。事故現場での捜索により28個の酸素発生装置が発見された。NTSB は酸素発生装置が離陸までの間のいずれかのタイミングで発火したと推定した。またパイロットが最初に直面した電気系統の問題は火災により コードが焼き切れたためだとした。1996年11月6日から7日にかけて NTSB はアトランティックシティの施設で5回の実験を行った。実験では事故機よりも大型のマクドネルダグラス DC-10 の貨物室が使用された。1回目と2回目では貨物室内に28本の酸素発生装置が入れられた段ボール箱1つが置かれ、 3回目以降の実験では段ボール箱は5つに増やされた。1回目と2回目の実験では段ボール箱は鉄製のテーブルの上に置かれた状態で行われた。2回目の実験では火災が発生しわずか15分ほどで貨物室の天井の温度が2カシレエレーレードに達した。また4回目の実験では16分ほどで3カシレエレーレードに達した。 5回目の実験では、タイヤの上に2つの段ボール箱を乗せ、その周りに3つの段ボールを配置した状態で行われた。これは592便の事故直前の貨物室内の状態に一番近い構成であり、火災が発生してから10分で天井の温度が2、下肢0 0度を超え、11分で2、下肢800度に達した。さらに30秒後には、測定可能な温度の3、 歌詞200度を上回り16分後にタイヤが破裂した。NTSB の爆発物専門家はこれまで見た実験の中で最も激しい炎だったと話した。回収された FDR NTSB はコックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーのデータをもとに592便の飛行経路を作成した。14時10分3秒に 謎の音が記録されるまでは至って正常だった。しかし音の直後に気圧高度が817フィート減少し、待機速度も33ノット減少した。高度と速度の値は4秒以内に元に戻った。これらの値の変化について NTSB は、制圧力センサーに感知される1平方フィートあたりの圧力が69ポンド増加すると生じる変化と同じであると判断した。 酸素発生装置による出荷は1986年時点で既に報告されており、連邦航空局もこれを認識していたが、対策などは講じていなかった。592便の事故当時、航空機の貨物室は防火機能の違いによって A クラスから E クラスまで分類されていた。このうち C クラスから E クラスまでは飛行中に乗員が立ち入れない区画に、 ついてのものもだったこの三つのクラスでは火災の完全な沈下ではなく炎症を抑えることを目的としていた。D クラス貨物室は火災に対して酸素の排出を行うことにより炎症を抑える航空機の貨物室のことを指す。このタイプの貨物室は区画が小さく密閉されているため酸素を排出することによって火災を 脅威のないレベルでとどめることができると信じられていた。そのため、火災検知装置や消火装置の設置が義務付けられていなかった。D クラス貨物室での火災事故は592便の事故の以前にも発生していた。1988年2月3日、アメリカン航空132便がナッシュビル国際空港への着陸侵入中に火災に見舞われた。客室内に 煙が充満し、床が焼け始めていた。同期は着陸後に誘導路上で緊急脱出を行い、乗員乗客131人は全員無事だった。この時、火災を引き起こしたのは過酸化水素であったが、状況は592便と告示していた。132便の事故を受けて、NTSB はすべての D クラス貨物室に煙探知機と消火装置を 設置するよう FAA に推奨していた。しかし FAA はこの件に関しても推奨された処置を行っていなかった。最終報告書で NTSB はもし FAA が1988年の推奨事項に従って DC-9 の貨物室に煙探知機と消火装置を設置する洋核航空会社に促していればバリュージェット航空592便は 墜落しなかっただろうと述べた。D クラス貨物室には酸素を排出することによって火災の炎症を抑える機能があった。この機能は火災を抑制する有効な設備であると考えられていたが、貨物室内に酸素を発生させるものがあるという想定はされていなかった。事故後に行われた実験から貨物室内に酸素発生装置があり、 その状況下で火災が発生すると酸素を排出する、昨日だけでは沈下できない可能性があると判明した。NTSB は、不適切に輸送されていた酸素発生装置が作動した結果、D クラス貨物室内で火災が発生したことが、墜落原因であるとし、以下のことが事故に寄与したと結論付けた。NTSB はこの事故を受けて33個の安全勧告を発行した。 韓国では、危険物の輸送方法や火災対策に関する規則の改定や見直しなどが提言された。FAA は規則を改定し、D クラス貨物室から C クラス貨物室へアップグレードするようことを義務付けた。C クラス貨物室は火災を検知する装置と消火装置を備えた貨物室を指す。さらに FAA は火災検知装置については1分以内に火災を 検出できるものを搭載することと既存の要件を変更した。また592便の事故後、圧縮酸素や酸化ガスシリンダーに関する研究や実験が進められ、最終的に危険物規則が改定された。1996年6月26日、FAA の局長は、バリュージェット航空の安全上の問題に対する対応が遅れたことを認めた。 FAA の局長であるデイビッド・ R ・ヒンソンは公聴会で航空会社の異常な急成長がより迅速に対処されるべき問題を生み出したことは明白であると述べた。NTSB はジムホール委員長は過去10年間の事例を示し FAA が NTSB の安全勧告を長年にわたって無視し続けたと公聴会で述べた。当初 NTSB は バリュージェット航空の対応や対処などについて原因ではなく要因の項に分類していた。しかし、NTSB のジョン・ゴリアは委託業者の監督を含む自社の安全責任は航空会社にあると述べ、最終報告書では同社の行動などは原因の項に引き上げられた。これについて、バリュージェット航空は連邦航空規則の歪んだ解釈である、重大な冤罪であるなどと話した。 また、サイバーテックが事故の原因を作ったと主張し続けた。サイバーテックの親会社であるサイバーラインは危険物の取扱い手順の見直しを命じた。遺族は安全性に関する適切に記録されていなかったためバリュージェット航空が起訴されなかったと憤慨した。また、墜落直後にバリュージェット航空の職員が行った声明を指摘し592便に 酸素発生装置が載せられていることを知っており、マイアミで処理するのではなく、アトランタに輸送するよう指示したのではないかと述べた。墜落の9日前に作成した内部報告書で FAA は格安航空会社の事故率が高いことを指摘していた。この報告書によれば、バリュージェット航空は1990年から1996年3月までの 間に従来事故3件を含む5件の事故を起こしていた。しかし、FAA の上層部は、バリュージェット航空について、一般的な航空会社と同等であると述べていた。バリュージェット航空の事故率は10万回の飛行あたり3.06で、その他の格安航空会社の事故率である0.43を大きく上回っていた。また、レガシーキャリアと比較すると、 事故率は14倍近かった。事故後、バリュージェット航空の運航を継続させてよいのか疑問視する FAA のメモが発見された。1996年2月、FAA は6件の事故やインシデントを受けて、バリュージェット航空の業務内容を精査するよう指示していた。事故の翌日に FAA のデイビッド・ヒンソン局長と、 フェデリコ・ペーニャアメリカ合衆国運輸長官がバリュージェット航空の安全性について保障できると発言し他方面から批判された。1996年11月9日、ヒンソンは FAA 局長の座を退き、ペーニャも1997年2月14日に長官の職を辞した。バリュージェット航空は6月16日に運航停止処分に処されたが、 9月30日に運行再開を許可され、10月から運行を再開した。しかし、墜落事故の影響で、業績は悪化した。1997年、バリュージェット航空は、エアトラン航空を買収し、合併した。この合併は、いわゆる逆差合併で、社名は、エアトラン航空となった。1997年、連邦大陪審は危険物の不適切な、 取扱いなどに関する共謀罪や作業員の訓練を怠ったこと及び運輸省や FAA に対して虚偽の供述を行ったことに対する罪でサイバーテックを起訴した。またサイバーテックの保守監督者と整備士二人が同様に起訴された。二年後、サイバーテックは有罪判決を受け200万ドルの罰金と900万ドルの保証金の支払いを命じられた。一方、 保守監督者と整備士一人は無罪となったが、もう一人の整備士は法廷に出廷せず、法廷侮辱罪で起訴された。連邦捜査局は、この整備士を指名手配し、写真付きのポスターを配布するなどしたが、2020年、現在も逮捕に至っていない。2018年には報奨金の金額が1万ドルに引き上げられた。起訴された監督者たちが、 いずれも無罪となった件について弁護士は整備士たちは起訴されるべきではなかったと述べた。また、指名手配された整備士も出廷していれば同様に無罪となっただろうと話した。1999年12月、サイバーテックは危険物の輸送に関する発見の罪状と訓練を怠った一件の罪状で起訴され、有罪判決を受けた。 追悼碑の全容犠牲者の名前が刻まれた石碑1999年110本の柱で構成される事故の追悼碑が建設された。この追悼碑はフロリダ州マイアミデイド郡を通るフロリダステートロード997の西12マイル地点に建てらおり、この地点は墜落現場から北北西に12マイル離れた場所である。設計は アメリカ建築家協会の学生が担当し、フロリダ州の受け負い業者、石膏、労働組合などが無償で建設を受け負った。2013年6月4日、マイアミヘラルドは、地元住民が、エバーグレーズで溶けた金製のペンダントを発見したと、報じた。これは592便の登場者、または1972年に墜落した。 イースタン航空401便の搭乗者のものと推測されている。本事故は様々なドキュメンタリー番組で描かれている。2006年にナショナルジオグラフィックの衝撃の瞬間番外編3フロリダ湿地帯墜落事故で取り扱われた。また同じくナショナルジオグラフィックの名で航空機事故の真実と真相シーズン10代には バリュージェット航空592便でも取り上げられた。この他、日本未放送ではあるが、同じく、ナショナルジオグラフィックのホワイプレーンズ、クラッシュシーズン1エピソード4、ファイアインザスカイにっても扱われている。ありがとうございます。